10代のミスコンテストで諫早市の女子中学生が準グランプリに輝きました。目指すのはモデルと女優、15歳の夢が広がっています。端正な顔立ちにすらりと伸びた長い足、諫早市の田中夢葉さん15歳です。グランプリを狙ってたんで、すごく悔しかったんですけど、やっぱりこう自分のことを選んでくれたっていう気持ちがすごく嬉しかったので。13歳から17歳の女性を対象にしたミス・ティーン・ジャパン、ミス・ユニバースの妹版とされるコンテストで、田中さんはおよそ4000人の応募の中から準グランプリに選ばれました。身長163センチ、体重48キロ。諫早中学校の3年生で美術部に所属しています。お父さんとか絵が好きだったので、その影響で描いてたんですけど。満足いく出来だと思います。コンテストの決勝ではウォーキングと自己 PR で審査が行われました。ウォーキングはファッション雑誌やインターネットの動画を見て練習したそうです。なんか好きなポーズとかをこうやって真似したりしてます。参考にしたのは同世代のカリスマファッションモデルで女優としても活躍する飯豊まりえさん。小学4年生の頃、雑誌の表紙を飾る飯豊さんを見てモデルを志すようになったそうです。明るくてかっこいいこう世界だなと感じたので、憧れました。一方、自己 PR はバンドマンだった父の影響で中学1年生の頃から始めたギターの弾き語り。コンテストでは大原桜子さんの明日もを熱唱しました。人前で演奏っていうか歌と一緒に届けれるっていうのがかっこいいなと思ったので、毎日一日ずつ明日も明日もこう頑張れるっていう感じの曲なので。さまざまな可能性を秘めた15歳のシンデレラガール、芸能界という夢への階段を上り始めました。 CM とかあとはドラマとかバラエティとかにも出てみたいなと思ってます。自分の持っている明るさとか表現力とかそういうのをこうどんどん出していきたいと思っているので、そういうのをこう感じてくれたらなと思ってます。